ス伊藤マダックス達成、日ハム完勝。セパ交流戦日本ハム対中日伊藤大海が先発。本日のスターティングメンバー。水野外したか。二遊間で打てるやついないし休ませただけやろ。軍事の一番は嫌いじゃないぞ。しばらく軍事を一番に固定しててよかった試合もあるからな。二番清宮か。軍事丸田宮水野は交代で休養日が必要なのかな。毎週1日2日は休みあるんだし来週は結構休めるからそれで十分だと思う。タミヤの次の人は打てる人じゃないと相手がタミヤと勝負しなくなるからタミヤの次に万波なのか。今日こそ連敗ストップや。今日はこっちのホームランが見たいものだ。一回表伊藤大海三者凡退でしっかり抑える。伊藤良さそうだな。めっちゃいいじゃん今日の伊藤。よしよし。立ち上がりよし。一回裏タミヤのタイムリーで先制1対0。天才タミヤ来たー。しゃあ、タミヤは本当に期待に応えてくれる。万波のスリーランホームランで追加点4対0。うひょう。来たー、来たー、来たー。万波様申し訳ございませんでした。満中。素晴らしい。二回表伊藤この回も三者凡退に抑える。伊藤ええやんええやん。素晴らしい。よすよす。伊藤大海3、4、5回きっちり0に抑える。オッケー。ナイスボール。伊藤ええな。賞賛や。めっちゃ振るやん。久々にいい伊藤だな。素晴らしい。よし。安定してきたな。これはすごい。サクサクで助かる。伊藤くん完封でお願いします。6回7回も伊藤がしっかり抑える。風部なん。よしこれ完投しそうだな。サクサクすぎて怖い。今日はヒロミが完投やな。素晴らしい。これはエース。素晴らしいナイス。フィールディングも素晴らしい。伊藤もノリノリやな。7回裏軍事のホームランで追加点5対0。ぐんぐん軍事。うおーおーおお。来たー。ぐん。これがお礼参りか。ぐんぐん行ったー。8回表伊藤大海この回も無失点継続。完投ペースだな。いいぞ伊藤。伊藤がエースすぎる。ヒロミックス来るか。伊藤次も行こうか。これは完投させるやろな。8回裏なら間のタイムリーでダメ押し7対0。来たー。うおーおーおーならまあ。ナイスチャレンジやな。ならま結果出て嬉しい。よしよしならま。日ハム完勝で連敗ストップ伊藤大海が98球完封万波軍事がホームラン。イトックスおめ。イトックス来たー。マダックス伊藤。伊藤完璧な内容だったな。完封勝利来たー。ナイスゲーム。無四球完封すげー。チームの悪い空気を完封で払拭するエースの鏡。やっぱ伊藤大海がエースよ。この流れでカード勝ち越し頼むで。今日でチームの流れ変わってくれいい方に。湯浅とタタタタタって走っていって投手にハグするのが可愛すぎる。ほんま良い勝ち方できてよかったこれで表ローテ全員完封なのすごいわね。勝つと楽しいんだ。さあエース伊藤のマダックス達成と打線が噛み合い見事連敗を止めた日ハムですが、この調子で連勝に入っていけるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。